ロバート T、ボビー・マシューズはアメリカ合衆国メリーランド州ボルティモア出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。アメリカのプロ野球リーグ史上最初の勝利投手で通算297勝を挙げた早々期の代表的な投手の一人。身長5フィート5インチ。 体重140ポンドと非常に小柄だったマシューズは10代のコロジ元ボルチモアのメリーランドクラブに所属していた。年代ははっきりしないが、後年1920年に禁止されるまでメジャーリーグの投手たちが投げていたスピットボールを実戦で使い始めたのはマシューズだとされている。1870年のクラブの解散と翌年のナショナルアソシエーションの創設をきっかけに インディアナ州のフォートウェイン激音ガスに入団し、19歳でプロの投手となった。同年のリーグ開幕戦をマシューズは勝利し、アメリカのプロ野球リーグ最初の勝利投手となった。プロ1年目は6勝11敗と勝ち星に恵まれなかったが、この年リーグで4人しか達成できなかった、完封勝利を達成した一人になっている。翌1872年以降は、 当番機会が増え、1872年から1874年にかけてリーグの最多奪三振を記録、また1874年にはリーグ最低の防御率2.30と4つの完封勝利を記録するなど、その実力を発揮した。1874年は42勝もしているが、52勝を上げたアルバートスポルディングがいたために、最多勝利投手にはなれなかった。 次の年、1875年は、チームの投手がほぼ、マシューズ一人だったこともあり、全71試合のうち70試合に登板して69、関東、投球会は625回に、3にも達した。この年は29勝を挙げながら、リーグ最多の38敗も記録している。ナショナルリーグ参加後、 1878年から数年は怪我のためか登板した試合が減った時期があったが30代になった1883年にフィラデルフィアアスレチックスに移籍してからは3年連続で30勝を挙げる活躍をしているアスレチックスには1887年まで在籍し同年現役を引退36歳まで投げるという当時としては息の長い選手で 通算の勝ち星は297勝に及ぶ。引退後は1890年、1891年を中心に審判員として野球に関わっていた。マシューズが審判を務めた試合は、計147試合に及ぶ。1898年に生まれ故郷のボルチモアで死去。46歳だった。ありがとうございます。